はいどうも皆さんこんにちは、霊夢です。静かな江戸の街に、はい、久々の新実況をやっていきたいと思います。今回はなんとあの人気番組のプレイヤーたちが集められた。ちょっと霊のナレーションとかぶってるかぶってる。これね、編集して思った。編集してネタネタかぶってるやんって。ゲームを始める。なんかゲームをオフにすることができるんで、次回からオフにしてやりたいと思います。さあ欲望まみれのサバイバルゲームやっていくぞ。互いの憲法を誓い合い、ステージ1にプレイヤーたち。いやー、この瞬間から彼らは敵同士となる。勝ち残れるのは私は正々堂々と向かって勝負するんですよ。欲望渦巻くサバイバルゲームが幕を開ける。この番組めちゃくちゃ好きでして、私実際にもやりたいくらいの番組ファンです。だからテントナイトでやったりもしてたんだよな。まあでもあれは逃走中だけどね。あ、やばい、狙われてる。私このびっくりマークが出てるのは狙われているという合図みたいなもんなんですよな。そうそう、だからこれが出たら警戒をしなければならない。さあとりあえず早く敵を倒したいね。あ、強そうな人間じゃないプレイヤー発見。このゲームプレイヤーが結構えげつないのいるからな。あ、撃破いただきました。ごちそうさまです。なんだよ、強いルックスしてる割にあっさりやられたな。キャッチされた。これは逆にキャッチしてやるぞ。なんか一瞬判定怪しかったけどやられなかったな。これで立場逆転ですね。大谷さん、私ごときに逃げるんですか。ボールを持ってない相手には容赦ないなこいつ。2球とも外したんだけど、ゲームの中でも球技苦手なのかよお前。やべえ、ボール取られた。再び立場逆転です。イベント、ステージ2カ所で武器屋がオープン。武器屋はオープンしたぞ。ボール買いに行くか。まあこれでいいかもだもんな。戦闘中はボールないと本当に不利だから。忍び獲得ミッション来たな。私も忍びを獲得するチャンスだった。こんなやつのパートナーなんて忍びもかわいそうに。とりあえずボールと契約の腕輪を購入しに行くか。まあその方が敵も倒しやすくなるからな。とりあえず武器屋に向かいます。さあ武器屋に着きましたよ。さあさあクロウさん、私にボールと腕輪をよこしなさい。嫌な客だな。こればかりはクロウに同情しちゃうわ。ボール高いんだよ、クソだ。クレーマーだ、クレーマー。よし、それじゃあ忍びと契約をしに行こう。高速を取ったまえ。なぬ、キャッチされただと。残念、私のキャッチ力を舐めないでください。こいつは折り才能ありすぎか。逃げんな、この私の資金となるんだ。皆さん、ここにクズ人間いますよ。まあこういうもんですよ。戦闘中に参加する人間ってのは、ごちそうさまです。最初に正々堂々戦うって言ってたじゃねえか。あ、また獲物見つけ。あたしたー。叫ぶなお前。喜びは声に出すものだから。あれ、3体の中から選べるのか。どれにするんだ。もちろんこの中で言ったらビッグバトルボールでしょ。ビッグバトルボール忍び獲得。ビッグバトルボールミッション成功。そこにいたのか、強すぎはロタ。もうこんなのチートじゃねえかよ。いや、案外ボール振るときに結構隙ができる。おい、組んだ、私の忍び。いやこれ私の出番ないな。強豪である狼を赤ん坊のように扱ってるな。やっぱお金出してでも忍びは買う価値があるよ。さあまたいたぞ、いけー。しゃっかりお前ボール外してて笑う。ほんと余計なところ見てるなマリサ。いや気づいたところはみんなに教えないと。お客さん、後ろがガラ空きですよ。お客さんって、いやそんな音するとか絶対痛いでしょ。それな、さっきから思ってたわそれ。お、後ろがお留守状態の人また発見。経験値が違うぞ私と。絶対痛いだろうな。人の心がない霊夢だからこそできるんだよな。うへへへへ、笑い方やばいでしょ。お、2人いるじゃん。からの2人目。おお、あ、無敵だと思われていた忍びがやられたな。忍び、君と過ごした日々はもう忘れない。こんなこと言っとけば人の心あるように見える。そのセリフなければな。忍びがいないから己の力のみで戦うよ。おわー、いなくても全然戦えるじゃねえか。それでも心のどこかが寂しい気がするんです。そんな無理やり人間らしさを出さなくていいぞ。くらい上がれ。やはり後ろがガラ空きの敵ほど簡単に倒せるものはない。半分くらいそれで倒してたもんな今回。いいじゃないの、武器屋に行ったら契約の腕はあったんで購入します。これで相棒の復活ですよ。ビッグバトルボールが復活するんか。復活させました。てかあと一人なんだな。最後の一人はお前に決めさせてやる。コングラチュレーション。まあ私にかかればこんなもんですよ。なんか最後あっけなかったな。次回また違うステージをやってみようと思います。ご視聴ありがとうございます。